今日1個しか当たってないけどプラスやった。おお、どうだ、優勝戦しか当たってない、効率いい、これで 100% 超えてくる。12レースだけで気づきたいね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またお願いします。一般的で夜中予想してみたい。小声バージョンで第2弾。前回はみかんちゃんがいたんですけど、今回は一人なので頑張ります。お客さんも結構予想とかされてるんで、まあ、レース見たりとか、まあ、あんまり声を積極的にかけるっていうよりは、はい、まあ、かけてもらったらお話ししたりとかっていう感じで、はいはい、今回曽根さんの予想がめっちゃある。今から5分だけいただいて、はい、全暗記して挑みたいと思います。あれ、太田さんが笑わないって面白くないですか。面白いですよ。面白くないですか。カットポイントでちょっと息を止めて。なるほど、じゃあ早速行きましょうか、はい、潜入して行くぞ。よいしょ。もうちょっと、しかもさ、ジャンプ力足りんくてさ、いつもさ、編集さ、もうちょっと飛ばな、やっぱり。大丈夫、いくぞ。こっちやで。あ、こっちでしたか。すいません、転送し間違えました、こっちかと思っちゃって。はい、ということで、一般席の方に来たので、今から予想していきたいと思います。ゴー。あの、YouTube やってて、YouTube をチャンネル登録してもらえた方に、下がいっぱいだ。これこれ、ここありがとうございます。タオルもらっていいですか。はい、どうぞ。はい、予想できるね、結構していいですか。YouTube、 YouTube、 うわ、優しい、ありがとうございます。ボートレース甲子園ですよ。お、ありがとうございます。見てください。見てください。下関9レース、いや、1硬いわ。1、2、3、まあ、オッズ見よう、とりあえずちょっと。やっぱ、あ、1、3、2が一番人気だ。あ、まあ、わかる。1、2、3が3番人気、1、3、5が2番人気。難しいですね。難しい。2、2、4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 、2、
仕方。下関9レースで、お父ちゃんどうですか？どんな感じ？お父ちゃん、すごいいっぱい書いてる、すごいいっぱい書いてる、どっか行った？しかもの年齢層めっちゃバラバラですね。さっきでも日曜日ってこの間とやっぱ全然違うやろ。いや違う、若い人が多い。さあどうですかね。さあどうでしょう。1が逃げないとここで発狂しちゃいますよ。ただこねちゃう床で頭なかった。あ、3、佐藤も行ってないわ。 1？ いやいや、3。あ、いやいや、伸び返すんだね。まあでも、1は、あ、大丈夫大丈夫、1。3いないんじゃないこれ。1、2、いや、1号まである。いや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 、大丈夫大丈夫。2号は？ない、5切ってるもん。あ、5切ってる。完全に切った。じゃあもうここ頼む、23。うわぁ、3号はあったよね。だから5切ってるって言いましたね。全然話聞いてない。ここで3が5を弾いてもらって132をね。はい。あー、刺すんか。行かせ出しの形で5号さばいて2番手は取り返します。やっぱオッズ売れてるだけあるんですね。うん、
ジェゴーさんってどれくらいなんだろう。ジェゴーさんで16倍。残念。そして6番ゴーリン。こんなに人いっぱいいる中で残念。恥ずかしい。次行きましょう。切り替えてみましょう、うん、結構飽きちゃったからね。もう今日最後のレースですよ。若松やりましょうか。はい、はい、若松は7レース7レース。今展示中ですね。どうしよう。ロボットの2着なんて全然あります。何ですか？あ、そうです、そうです。ありがとうございます。もう一人いるんですよ。まんまりしますね。おもろ、みかんちゃんのこと。あいつも結構まんまりするもんね。動画見て。あいつって。特に4が来たらもう一個しかない。昨日から連勝中、最終日追加でした5号艇藤井直人です。第9番3対3、一般戦第7レース進入は冷たいね。1番2番3番4番6番5番もう1位逃げないとなんだよね、うん、いや耐えたんじゃない。耐えたんじゃない。その後は1号艇の岸島が覗いていく。1号艇の岸島が逃げる。続いて3号艇の荒井がまくり出していた。いや先頭は1号艇の岸島が逃げています。1、2、3ないっすよ。スタートは前提正常でした。1、2、3あるよね。2番の2号艇の荒井、その内を取っては2号艇藤山接近中。1、2、3高いぞ。1号艇岸島、2番手は2号艇藤山が先に満点。そして3号艇荒井秀隆が2番手をリードしていきます。いやまだまだ大丈夫。6号艇茂野聡がさあ内が入ってきそう。上的にはスタートは2番手の6番が接戦です。1番手は37倍です。2番手3号艇対3番手は握ってきた2号艇藤山、内からまた3号艇茂野、3番手は握った2号艇藤山リードし、2番手を走る3号艇の内にもここは迫っていきます。レースは2周2マークの展開です。大丈夫。先頭は1号艇沖島博一、今2マークトップでクリアです。2番手3号艇の荒井に対し2号艇の藤山、ここは3番手の上の3艇は1番3番手の体験、4番手が6号艇重野聡、5番手が4号艇中野体験、最高峰5号艇藤井直子、2着までは最終回、先頭1号艇沖島が2番手同級バイナスが最後のランク、2番手3号艇荒井豊か、3番手は6号艇重野ですが、右手は2号艇の藤山のところ、みんな6号艇の重野が抜きました。現在3番手は6号艇重野、2号艇藤山、4番手に交代が3番手で、まもなくゴールです。これは難かったね。1番ゴール、3番ゴール、でも3着で買ったもんね。これを2着まで買ってました。5番ゴール、3着でも美味しいよねっていうとこ。まあね、2着までは買い切らんかったね。絡みきれんかったね。だね、せっかく勉強したのに。いやでもなんか惜しい外れ方じゃない、その惜しいがあるのか分からんけど、やっぱりリプレイ見たくなっちゃう。必死すぎて、やっぱさ1が逃げることをさ必死に見てたらさ、他のところがどう曲がってきたか全然なんか確かに見れんよね、全部がどの動きだったか。そう、もう目が足りない。残念。あ、じゃあちょっとプレイは後で、プレイは動画終わってから一人で反省してください。一人で手伝いや、なんで一人にするの。あ、また失礼なやつ。すいません、いつものお願いします。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てねー。